ステパン・イバノビチ・ダビドフは、18世紀から19世紀にかけてのロシアの作曲家。サンクトペテルブルクの宮廷が師匠団で、ジュゼッペ・サルティに学び、劇場学校の学長となる。女帝・エカチェリーナ2世をはじめとして、当時のロシアの宮廷や上流階級では、イタリア音楽が熱心に取り入れられており、これに応えて、ダビドフも多くのオペラを作曲した。その後もスクワに移り、 1815年から、モスクワ提出劇場の音楽監督などを務めた。ダビドフの最も有名なオペラ作品は、1803年から1807年にかけて上演された四部作、レスタ・ドニエップルのルサール化である。このオペラは、もともとオーストリアの作曲家、フェルディナンド・カウアーのジング・シュピール、ドナウの娘を原作としたもので、 台本をロシア語に翻訳する際に舞台をドナウ川からドニエプル川に変更したことから音楽にも手を入れる必要が生じダビドフが保湿したものが第一部ルサール化として1803年10月に初演され大成功を収めた続く第二部はイタリア人作曲家カッテリーのカボスの過失により1804年に初演第三部と第四部はダビドフがすべて作曲した この作品の成功によって、伝説に基づいた、おとぎ話オペラという一ジャンルが形成され、後に、アレクサンドル・ダルボムイスキーをはじめとするロシアでの、ルサールカ人気の短所ともなった。例えば、ウクライナ生まれの小説家、ニコライ・ゴーゴリの小説、5月の夜、または溺れ死んだ乙女はオペラ、レスタ、ドニエプルのルサールカからモチーフを得ている。オペラ以外では、 ヨアン・ズラ・トーストのリトルギア他独唱性部を重視したイタリア様式の宗教曲を多数残した。中には更新曲風の作品も含まれるが、これらにおいてダビドフは火星的処理や音響効果の面で優れた手腕を見せている。ありがとうございます。